やる番です。はい、本日はですね、アメージングのエース千秋とですね、対戦したいと思います。てな感じですね。ドリームカップも見てもらったと思うんですけども、めちゃくちゃいいボール掘ってるんですよね。男子にどこまで通用するのか、もしくはミドルマンに果たして通用するのか、僕実際立ってみて感じたいなと思いました。まあ打って当たり前ですけどね、僕は今後の千秋の活躍を込めてね、勝負したいなというふうに思いまして、2打席いきましょうか。千秋、おいで。ジローです。ジローです。どうも、ゴメスです。ゴメスです。ゴメスです。ガンガンいったる。ガンガンをバチバチに抑えてみて。アメージングないですよね。アメージングないです。まあ2の2でもいいけど、2の1でいきましょうか。やりましょう。はい、どうぞ。どうですか、意気込みは。2打席勝負できるんで、ゼロ安打で抑えていきたいと思います。何でしたいですか。緩いやつ使いながら、持ち味の速いやつで詰まらせたいなって思ってます。インコースね。当てる勢いで。はい。チャンピオン初やな。まあ、普段買ったらまずい。キャッチャーありなんで、ミノルの弱点。じゃ余裕やで、ね、そうヒット狙いに行ったら俺余裕ない。なるほどね。劇的にピッチャーが良くなるって魔法道具なんですよ。それを千秋に1週間やってもらってちょっと再戦しようかな。もう全然ね、10キロ上がったりとか。10キロ球速上がったりとかするらしい。そんなことある。それちょっと今使ってみよう。そう、使うか。見ました、これか。綺麗だっすね。回転力とかラプソーでの回転数って劇的に変わったりとか、この綺麗なやつ掘った瞬間にあるみたいな。じゃあちょっと今やってみよう。やろうか。いい、普通に投げ、これ投げていいですか。うん、おー、うまい、うまい。ちょっと感覚、いや難しいです。なんかリリースポイントとか参考してないと前に飛ばないんです。ちゃんと折るってなったら手首立てなあかん。これで寝ちゃったらこれでき、手首しっかり立った状態でポーンと掘ると綺麗にいける。掘るとすごくいい。OK。 おお、これいい、めっちゃいいアイテムやな。ヤシも使える。ヤシも使える。例えばこうキャッチボールの時にバーンと振って掘ると。ああ、なるほどね。で、変に手首使いすぎたら絶対これ多分こう
そんな感じだと思う。うん、で相手に届けようと思ったら結局送球って内野手取ってこうパーン切るってよりは送り届けなあかんから、特に内野手とかを。おー、いいね。ちょっと下投げる意識で。でめっちゃ指かかるわ、見えへんし。ピッチってことで、まあね、ピッチャーね、やっていって、もう次はもうバチッと押さえたいと思います。千秋、いいボール掘るから、このキレダスを掘って、手首を立てるね、立てて、こう、指にかかる感じで、やっぱ最後、こう、グッと押し込むんで、あれでしっかり飛距離取れて、なおかつ体を大きく使えたら、まだまだいける。120全然掘れるね。行きましょう、1週間後までジャンプして、の、よっ。キレダスってさ、何のためにやるの？リリースポイントを、うん、をなんか確かめる練習になります。あとなんか一定のポイントでリリースやらないとバラバラになっちゃう。そういうことな。そういう意味ではめちゃめちゃいいなと思う。OK、 OK。 めっちゃ綺麗に飛ぶな。ポッツカンなら一気にバーンっていくようになりました。どうも、ミナルマンです。どうも、ゴメスなんて言う、ゴメスです。ゴメス、あの今回ですね、あの前にですね、ちょっとキレダスさんね、はい、覚えてる？覚えてます。うん、あのまあ対決で、まあキレダスさんのまあ商品を使って2週間ぐらいか、はい、あの鍛えてこいというので、あのどれぐらい変わったのかっていうのをちょっと肌で感じようかなと。もう一回、はい、これはバーン打ったやんか俺。そうですね、バーン打ったやんか。で今回もちょっとね、あのキレダスさんのやつ使って、鍛えたということなんで、ちょっと見てみたいなと思いました。はい、2打席いこうか。2打席、はい、うん、2打席勝負です、はい、果たして千秋は成長したのか、ぜひご覧ください。どうぞ。前回1本打たれてしまったんで、次はボコボコに抑えたいと思います。こい、キレダスパワー使ってこい、キレダスパワー。はい、ということで押された。本当ですか？うん、だって甘かったやん、多分動画見たら分かんねえって。なんていうかな、重たいじゃないけど、だって前さ、アウトコースの球こうカーンってめっちゃ左中間に打ったやん。そうですね、めっちゃ綺麗です。だろ、それがなんか一個押されたね、パワー出た。パワーです。キレダスさんって結構こう掘んの難しいやん。そうです。なんか掘ってて、なんかどんな感覚あったとかってある？最後までしっかり指にかけて、あの遠くに投げようとしないと前に、うん、で遠くに飛ばないん で、 あでそれを意識してたら、なんか指にかかるようになったのは感じました。なるほどね。キレダスさんのやつってこう手首でこうグッていっちゃうとこう下落ちるやんか。でもあれをこう、まあ、遠くに投げる感じで手首を立ててる状態でこうやって押し込むとめっちゃこう遠くに行くやん、はい、それを、まあ、あの千秋1週間、まあ、約2週間ですね、取り組んでもらって、手元でそのグッて伸びる感じは前よりはあったかなというのがあったので、ちょっと引き続きね、それ使ってもらって、さらにこうグッという球を取ってほしいなと。はい、よろしいですか？分かりました。あのめっちゃ悔しいんで僕。
悔しいからもう帰ろう。いつでも。私はいつでも待つ。いつでも。はい、まあまああのね、もう一回あの機会あればやりたいなと思うんで。はいはい、ただですね、こんな企画やってほしいとか、あれば全然あのどんどんどんコメントいただければお答えしますんで、ぜひですね、コメントの方よろしくお願いします。キレダスさんの、商品概要欄に、貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで本日は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。